皆さん、こんにちは。キング&プリンス、高橋海人さんと、シックストーンズ、森本慎太郎さんがダブル主演する、ドラマ、だが、情熱はある、の第1話が4月9日に放送され、平均世帯視聴率 4.7% だったことが分かりました。この数字は、日本テレビの同時間の日曜ドラマ枠の、初回ワーストだと言います。そんな不評な中、キング&プリンスが5人体制で活動するのもあと1ヶ月。今後の活動について聞かれたカイジンさんは番組で涙を見せていました。それを見たファンの反応とは、今回は高橋海人さんの不評のドラマや番組で見せた涙の訳について調べてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。キャンディーズの山里亮太さんの半生を描く実話に基づいた物語。放送前からこの2人に興味があるのかと懐疑的な声が聞かれていましたが、その不安が的中した格好です。同枠ではキング&プリンスの永瀬廉が主演した新信長後期クラスメートは戦国武将が全話平均世帯視聴率 4.4% のワーストホルダーとなっていますが、それでも初回は 6.1% でした。このままいけば全話平均でもワーストを更新しそうな厳しい出足です。森本は山里の表情や動きを完コピしていましたし、高橋は喋り口調が若林にそっくりではありましたが、ジャニーズと若林、山里ファンだけが楽しいドラマという印象でした。視聴者からはこうした若林さんを演じた高橋さんに対し、若林の喋りの特徴よく掴んでるなぁ、冒頭の声若林さん本人かと思った海人くん、仕草も若林さんそっくりで顔だけイケメンだ、顔は似てないのに若林さんに見えちゃう海人さん、すごい演技力。正直演技には期待してなかったんだけど、めっちゃ良かった。高橋くんすごい、喋り方とか雰囲気が若林くんにしか見えない、こんなに表現力があるとは知らなかった、などと称賛する声が多く上がっています。そんな中、サプライズだったのですが、同局のミトちゃんこと三浦麻美アナが語りとして登場していたこと。しかし劇中では話をナレーションで展開させる演出が多用されていたこともあってか、なんだろう、ミトちゃんナレーションいらないかな、ナレーションいらない、ナレーションつけるならもっと感情込めて読んでくれる女優さんとかにしてほしい、などとネット上ではネガティブな反応が多く見られました。三浦アナは若林、山里ともに親交が深いですから、話題性を期待して起用されたのでしょう。とはいえやや不評気味のようです。図らずも彼女がナレーションで語った漫才師として成功を勝ち取っていく2人の物語。しかし断っておくが、友情物語ではない、サクセスストーリーでもない、そしてほとんどの人において全く参考にはならないという言葉通り、ワースト視聴率も記録してしまいました。プロデューサーの河野秀弘氏がオードリー若林さんと南海キャンディーズの山里さん両名のエッセイ本を読んで面白がったことから始まったという本作。スタッフは盛り上がりました。ですが視聴者に情熱はなかったということなのでしょうか。右肩下がりである現状が右肩上がりになることを願うばかりです。そしてそんなキング&プリンスの高橋海人さんが4月9日のおしゃれクリップに出演、その様子に大きな話題が集まっています。キング&プリンスのメンバー5人のうち、平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人が5月22日にグループを脱退。平野さんと神宮寺さんは同日、岸さんは秋に事務所を退所することが発表されています。高橋さんと永瀬廉さんは事務所に残り、グループとしての活動も続けていきます。30秒ほど涙が止まらず、時折おえつも。番組内で高橋海人さんはグループとしての今後の目標を聞かれたのですが、高橋さんは明るく「そうですね」と話し始め、
考えるように空を見上げましたが、その後5秒間ほど沈黙。少し震えた声で、ちょっと待ってくださいねとつぶやいてから涙を流し始めたのです。顔を手で隠しながら時折おえつも漏らしていて、約30秒ほどそのまま泣いていましたが、その後は大きく咳払いをして切り替え、一人でも多くのファンに会うためにもっと大きいステージや多い回数で皆さんに会えたらいいなって今後の展望を語りました。退所する3人のことを思い、思わず涙が溢れたような様子でした。この高橋海人さんの姿にファンの故障であるティアラは騒然。海ちゃん、メンバー離れ離れは悲しいよねと心配する声が上がっています。メンバーの中でも最年少で末っ子キャラとしてメンバーに甘える姿もよく見られていた高橋さんの涙ということもあり、ファンの胸を打ったのでしょう。みんなが幸せに暮らせたらいいなと思いますとも話していて、3人の退所については気持ちの整理はある程度できているように見えましたね。しかしそんな高橋海人さんの思いとは裏腹に、一部のティアラが暴走しているといいます。 SNS では辛いよね、これからも海ちゃんを応援するよと応援するような反応がほとんどなのですが、中には陰謀論を確信する人たちがいるんです。具体的には、脱退するメンバーは本当は辞めたくなかったはず、事務所に無理やり辞めさせられるんだというもの。以前からそういった見方をするファンはいましたが、今回放送された号泣動画でその思いを強めているようなんです。陰謀論を唱えるティアラは高橋海人さんの涙をどう見ているのでしょうか。海人が私たちに助けを求めている、これが理不尽な対処だって伝えたいんだよねというものが多いですね。メンバーはそんなことを一言も口にしていないと思うのですが、ただこういった一部のティアラが事務所に抗議の連絡をするなど、ファン内外で目立っているのも事実です。ほとんどのティアラはカイトの涙を陰謀論の道具にしないで、カイちゃんはそんなこと言ってないよと呆れ気味の様子です。3人の脱退まで泣いても笑ってもあと1ヶ月です。それまでは今まで通りのキング&プリンスを見せてくれると思いますが、一体2人体制になったらどうなるのでしょうか。いかがでしたか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録・高評価もお願いします。それではまた。